raise my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack. Now I gotta roll with ice. Cody's brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack. Now I gotta roll with ice. Ride or die, ride or die, ride or die. ということでね、皆さん、そろそろ夏がやってきますということで、まあ、夏に向けてね、体作りを皆さんし始めると思うんですけど、まあね、夏になるからって、まあ、夏ギリギリに、まあ、ボディメイクをしても筋肉はつきませんってことで、まあ、今回はね、まあ、やっぱ夏といえば T シャツをかっこよく着るために、肩のトレーニングをレクチャーしていきたいと思います。まあ自分の場合ね、まあ、結構肩トレ動画上げてるんですけど、やっぱその夏に向けてやっぱ肩トレとかもいろんなやっぱ変化を、ね、与えて刺激を入りやすくなるようにしてるので、まあ、今回は夏の、ね、T シャツの似合う肩を作っていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まずね、まあ、1種目目というか、まあ、アップですね。アップは、3キロのダンベルを使ってそのまま回すで、ただこうやって回すんじゃなくて、しっかり横に上げて上まで持ってきてグッっていうのを、15回を3セット、まあ、3セットっていうか肩が温まるまでしっかりやるとしっかりこう肩のストレッチを行ってから1種目目に入っていくので、皆さんしっかり最初はトレーニングをストレッチをしっかりやっていきましょう。はい、ということで、じゃあアップ終わって1種目目は、ダンベルのショルダープレスやっていきます。で、まあ、これも、まあ、結構ショルダープレスやる人多いと思うんですけど、この上げた状態からしっかりね、この後ろに行き過ぎないのと、この背中を反りすぎないことを意識してこのまま上げる。で、今度は深くまで下げなくていいです。しっかり肩に重量を乗った段階で上げる。4、5みたいな感じで、しっかりね、肩の前に刺激を入れていきましょう。これが1種目目、これは、12レップの、3セットやっていきます。じゃあ行きましょう。ダンベルプレス終わって次は、サイドレースやります。でサイドレースも自分最初は20キロとかちょっと重めのサイドレースで、やるんですけど、これも、まあ、20キロフルで上げろとかは、まあ、まず無理なんで、まあ、20キロ、まあ、高重量、自分の中で高重量こんぐらい大丈夫です。肩に負荷が乗った状態ぐらいで、やる。これを10セットの10レップの3セットやります。でそれ終わったら、サイドレーズのドロップセット、まあ、自分は15キロ、8キロ4キロを10レップを3セットをやっていきます。で、まあ、サイドレーザーは、ね、やっぱ基本中の基本だし、かといって、まあ、形悪い状態で上げちゃうと、まあ、僧帽とか違うところに入ってきちゃうので、まあ、形よくね、この高重量で扱うときもチート使っていいんで、しっかりサイドに入るように意識してやっていきましょう。まあ、2種目目で、ね、サイドレーズ2つ入れます。高重量のサイドレーズを、10レップの3セットと、ドロップセットのサイドレーズを、3つかなを3セットやっていきます。よし、やっていきましょう。
ゃあ、今ね1,2,3種目終わって4種目目、最初フロントサイドサイド次リアです。でリアは、リアデルト、これのリアデルトフライをやってそのままスーパーセットでリアデルトのレイズリアレイズをやります。でやっぱり肩っていうのはまあフロントがあってサイドがあってリアがある。これをすることによってやっぱ肩がね丸い肩になりやすいと思います。なんで自分はまあ自分ちょっとサイドがねあんま強くないと思ってるんでサイドを少し2種目入れて、その次にしっかりリアリアはリアでしっかり追い込む。で、まあこれ終わった後に最後はケーブルで追い込むんですけどまあしっかりまあ何が言いたいかというとフロントサイドリアしっかり追い込みましょう、順繰り順繰り追い込みましょうっていうことですね。じゃあ、行きましょう。最後の種目は、ケーブルで、フロントのあフロントでしっかり極力、まあ、近づいて胸の近くで上げる。少し上で止めてあげます。でフロントやった後にスーパーセットでリアのフェイスプルでこれしっかり入れる。でこれのポイントは、まあ、ちょっと小指を少しこうなんていうかなこっちにひねってあげる、入れ込む。したらしっかり背中っていうかねこの肩のリアにしっかり入るのでまあ今のところね、最初プレスしてフロントでサイドを2個してさっきリアデルトしてで、サイドにフロント1リア1になんで、まあ、これで全部2種目ずつやったことになるので、まあ、最後にケーブルでしっかり追い込んで、でこれは15レップの4セットやります。結構最後ハードなんですけど、まあ、そこでしっかり、ね、筋肉のなんていうかな、まあ、体力をしっかりつけて、まあ、筋持続率をアップさせるっていうか、まあ、そういう目的でやります。でまあ、肩もねしっかりやっぱ長々と追い込むのあんま好きじゃないんで、まあ、多種目するんですけど、まあ、極力しっかり早くでしっかり追い込む、まあ、肩はねどんだけパンプさせるかが重要だと思う、まあ、全部の種目そうかな。まあやっていきましょう。 Go! I get lost inside my thoughts and when I start to thinkHow close it starts to end up on the brink I tried so hard but all these scars They cut so deep I bleed I fell so fast from heaven It's like someone clipped my wings Now I'm falling And I can't see the ground Can we stop this gravity?I can't breathe and I don't wanna die
はい、ということで終わりました肩トレ。いやーまあね、夏に向けてっていうか、まあ早め早めにね、やっぱ筋トレはすぐには筋肉がつかないので、まあしっかりね早め早めにトレーニングをしていきましょう。まあ肩ね、今日はで、まあ、肩もフロントサイドリアって、まあこれ結構前からずっと言ってるんですけど、まあ今日初めて見た、ね、動画見た方にも伝わるようにしっかりこう部位に分けて、鍛える、これが大事です。まあね、こんな感じでも本当にどん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 、まあ肩もやっぱいろんなトレーニングでアップデートしていくので、まあ随時ねしっかり報告していきたいと思います。まあこのトレーニングがね参考になったり、よかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。まあ、インスタの方もフォローお願いします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。